です。お願いします。はい、ということで本日、つぐすぼぼじさん、撮影来ておりますが、ここでね、元気な1年生のグローブ紹介を。おー、みんな笑ってるね。いいね。あれ、なんか急に静かになってるね。はい、来た。こういうの待ってた俺。はい、みんなのね、グローブ紹介をしていこうと思うので、みんな元気よく、全員出てもらえるように。おっと、なんか急にまた静かになったぞ。はい、やっていきましょう。じゃあ、最初に一人目の子、お願いします。はい、じゃあ、元気な声でお名前お願いします。1年生のメイです。メイさん。はい、はい、いきなりね、女の子のね、選手に来ていただきました。じゃあ、使ってるグローブ前に出していただいて、これは、水野か、ちょっとこっちに。はい、はい、水野プロですね。結構浅いな。このグローブのなんかこだわりとか特徴とかって。ここで、はい、じゃあ こっち出そうか。じゃあ、はい、で当て取りがしやすくて、お握り替えが早いです。じゃあバシバシバシすぐ取ってすぐ投げれるような、はい、感じですね。使いこなせるように頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 こんな感じでやっていくかね。 OK、 はい、はい、じゃあ次の方お願いします。1年のともきです。ともきくん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ使ってるグローブ出していただいて、これは Z か、 Z の。これは見たことないな。これはどこで買ったんですか。いや、いとこ、なんか年離れてるいとこからもらいました。ほうほうほう、なるほどなるほど。いただいたグローブ、はい、はいはいはい。このグローブのなんかこだわりとか特徴とかっていうのがあれば。掴めるグローブです。まあ、掴んだら絶対、まあ、落とさないようにね、はい、がっちりと、掴めるグローブで、どん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 バシ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 、ボールたくさん取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。1年の陽心です。お願いします。お願いします。じゃあ前にガーンと使ってるグローブ出していただいて、はい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 。 Z のプロステータス、これ内野手用かな。いや、これはオールラウンド。オールラウンドか。プロステータスにオールラウンドあるの、ね、公式予定。こだわりポイント教えてもらえれば。高いフライとか、うん、勢いに負けずちゃんと取れて結構取りやすいです。お、強いグローブっていうイメージかな。はい、どんなボールでもしっかりと取れるようなグローブですね。じゃあ、そのボール、グローブで、強いだけでも負けないようにたくさんたくさんボール取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。1年のゆうとです。ゆうとくん、はい、はい、ちょっと声ちっちゃいな。はい、元気よく。なんかこれ違うな、みんな圧に変わってきてるな。ヤジから前にドーンと出していただいて、はい、おお、これはローリングスか。はいはいはい、かっこいい色してるね、キャメルで、はい、なんか特徴とかこだわりとかあれば。こだわりは投げるときにこう握りつぶして横で思いっきり、はい、横で思いっきりひねるような、ひねる、はい、こうやって思いっきり力入れてバーンって投げ込むような。はい、そうだよね。さっきブルペンでもね、動画撮らせていただきましたが、いいボールすごい投げていたので、はい、まあ、それで、ね、グローブにさらに握りしめてもらって、はい、もっともっといいボール投げてください。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。1年の春日です。春日くん、はい、お願いします。グローブ出していただいて、はい、これも Z かな。はい、はいはいはい、内野仕様か。はい、このグローブのこだわりとかっていうのがあれば。あんま肩とか気にしないで自分が取りやすいようにしました。おー、じゃあもう自分の手に合ったグローブ、はい、自分はこの肩が一番取りやすいんだぞと。なるほどですね。そのね、自分の手に合ったグローブで、どんどんボール掴んでいってください。はい、はい、ありがとうございます。1年のゆうたです。ゆうたくん、はい、お願いします。します。じゃあキャッチャーミットだね。はい、じゃあこうやって出してもらって、おー、これがね、はい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 、見えるかな。ごめんね、って苦しいよね。ビューリーグのキャッチャーミット、これはね、どういう、こだわりとか特徴が。いや、今まではキャッチャーミットも普通のグローブも黒色だったんですけど、うん、ちょっと目立ちやすいように黄色にしてみました。なるほどね。黄色もね、すごい目立つから、はい、ピッチャーも見やすいと思うし、はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。1年のいつきです。はい、お願いします。じゃあ前にグローブ出してもらって、これは Z の源田選手モデル。はい、新しいやつかな。うん、小指2本の。このグローブのこだわりとか特徴とかっていうと。箱型にして、うんうん、ポケットを大きくしてボールが入るようにします。はいはいはい、まあ、源田選手モデルってね、ポケット広いから、しっかりとその中でもメリハリをつけるためにボックス型にしたっていうような感じですね。はい、なんかみんな守備名人守備名人とか言ってたんで、多分まあさぞかしたまらんプレーをするんだろうなと思うのでね、引き続き頑張って、いいプレー見せていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。1年のひろきです。ひろきくん、はい、はい、お願いします。じゃあ前にグローブダウンと出していただいて、おー、 SSK プロエッジ、
このグローブのこだわりとか特徴とかっていうのがあれば。握り替えはちょっとしづらいんですけど、取った時あのしっかり入ってくれるのでそこがいいなと思ったから。まあ取りやすさ重視っていうところなのかな、はい、まあ、まあ取らないことには始まらないからね、しっかりとそのボールを取るってことに、特化してグローブということだと思うので、じゃあね、バシバシ取ってもう絶対やらせないぐらいの勢いでボールたくさん取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。オッケー、じゃあムードメーカー名前お願いします。1年生の翔太です。翔太くん、じゃあね、グローブ前に出してもらって。水野です。おお、水野の、これは坂本選手モデルかな。いや、ちょっとわかんないです。大丈夫、大丈夫、多分坂本選手モデルだから。じゃあちょっとこのグローブの、まあ、こだわり特徴とかっていうの。いや、なんか小学校の頃は、グローブずっと黒だったので、はいはい、中学校になってから赤にして気分入れ替える。なるほどね。まあね、なんかムードメーカーってみんな言ってたので、そのね、明るさに合ったちょうど赤いグローブなんかなっていうのも思うので、引き続きちょっとチーム盛り上げて元気も出してプレー盛り上げていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。誰が問題じゃ。はい、じゃあお名前お願いします。はい、1年のハルキです。ハルキくん、はい、お願いします。じゃあね、使ってるグローブ前に出してもらって。おお、これはローリングスの内野手用かな。はい、じゃあ、あのローリングス、このグローブの、こだわりをちょっと教えてもらえればと思います。こだわりというよりかはちょっとした思い出みたいなものですかね。初めて買ってもらったグローブが実はローリングスで、はいはい、その時赤色の刺繍で黒色だったんですよ。うんうん、なので今回その色を反転化させて赤と黒色にしようかなと考えました。なるほどね。野球に対してもね、気持ちが強そうな感じがするので、気持ちを持って引き続き頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。OK、 じゃあお名前お願いします。1年生の矢部聡太です。聡太くんが2人いるそうなので、矢部聡太くん、はい、お願いします。じゃあ使ってるグローブ前出してもらって。おお、水野グローバルエリートのオールラウンドかな、これは。はい、このグローブ、特徴とかこだわりとかは。特徴は、まあ、取ってから早くできたり、早く動けたりすることです。なるほど、まあ、軽いからね、はい、操作性がすごいいいっていう意味だと思うので、まあそのね、素早い動きでボールで、取ってからの動きでどん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 打者をね、アウトにしていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。1年のリュウタです。リュウタくん、はい、はい、お願いします。おー、これも源田選手モデルか。はい、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 新しい方だね、はい、小指2本のこのグローブのこだわり特徴。野球を始めたのが源田選手を見てたからだったので、うん、源田選手みたいな守備がしたいと思ってこのグローブにしました。なるほど、たまらん守備したいと。はい、僕もね、あの源田選手モデル持ってますけど、やっぱ憧れるよね。はい、源田選手に、劣らないような目指せ、はい、源田壮介ということで、はい、たくさんボールバシバシ華麗なプレーでさばいていってください。はい、はい、ありがとうございます。ごめん、ちょっと長尺にしていい？なんで？はい、じゃあ、お名前お願いします。1年のエイタです。エイタくん、スクールだよね。はい、じゃあ先にちょっとグローブ紹介しようか。お、これは開拓屋選手モデルかな、はい、M の19でね、畠山のキャッチャーミット、はい、はい、じゃあちょっとこのミットのね、こだわりというか、どうしてこのミットにしたかとか。このミットの中に、ガムシャラっていう刺繍が入っていて、野球用ガムシャラにやりたいっていう思いに、ここにグローブが入ってます。グローブの中に入ってます。なるほどですね。じゃあね、気持ちをね、強く持ってガムシャラにどん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 ボールバシバシ取っていってください。はい、はい、終わらねえよ。じゃあね、翔平さんのスクールでの様子だけ一言。翔平さんは生きてます。オッケー、はい。もうね、逃げるように行っちゃったよね。これ大丈夫、絶対翔平さんがカットするからね。はい、オッケー、ありがとうね。はい、じゃあお名前お願いします。はい、1年の真宙です。じゃあグローブ出してもらって。はい、これはやばい。はい、やばいです。久々見たかもしれない。よう、よう使ってんな、やばいなんて。はい、やばいグローブ。はい、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 またまた珍しいメーカーなんですけども、どうしてじゃあこのグローブにしたのかっていうのを教えてもらえれば。革が、はい、厚くて、取りやすくて、うんうん、ポケットも広いところです。柔軟性があるグローブだよね。分厚いから、まあ、多少も痛くないかもしれないし、でも柔軟性あるから自分の手にはしっかりと合うしっていうようなグローブだと思うので、そのね、手に合ったグローブで、どん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 ボールさばいていってください。はい、はい、ありがとうございます。よろしく。お名前をお願いします。1年のユシです。じゃあちょっと前にグローブ出してもらって。はい、これは水野グローバルエリートのオールラウンドかな。はい、 H セレクションだね。理由とかがもしあれば。少し普通のと大きめの選んだんですけど、うん、ちょっと投げやすさとか考えて、ちょっと重さ、うんうん、少し重めにして投げやすいいいグローブにしました。はい、はい、ピッチャー。はい、ああ、じゃあどちらかというとグローブ振って投げるような。はい、なるほどね。その反動を生かしてより強いボール。なるほどです。じゃあね、左手に蓄えていいボールを投げてもらえればと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
やべえ、クラブ紹介で守備手してるじゃん。あ、お名前お願いします。1年の平田です。じゃあ前に、ね、グローブ出してもらって、これはグローブレリーとかシグナだよね。新しいやつだよね。マークの位置が中心じゃなくて小指側にあるってやつ、新しいやつだと思うんですけども、このグローブのこだわりポイントを教えてください。軽いところと、うん、握り替えがしやすいところです。自分の手に合ってるっていうのかな。軽いし自分の肩になってるからすぐに握り替えができて、あの素早い動きができるっていうことだと思うので、じゃあそのグローブ使って素早いプレーをどん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 見せていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。1年生のリオンだ。リオンくんね。はい、はい、リオンくんお願いします。じゃあ前にこうやってグローブ出してもらって、はいはい、これもグローブエリートのピッチャー用、はい、左用ですね、左投げ用。はい、このグローブにしたこだわりポイントとか。手がちっちゃくてもしっかりはめられてがっちり取れるところは、ピッチャーってね、はい、投げるだけじゃないからね、はい、しっかりと投げた後は9人目の野手ということで、そのね、守備のことも考えたグローブ、はい、というので守備でもチームを助けられるようなね、はい、プレーをしていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。1年のソラタです。ソラタくん、前にグローブ出してもらって、お、ジュンケ。はい、おー、かっこいいね。あの、どうしてジュンケにしたのかとかこだわりがあれば教えてください。軽くて、うん、ポケットが深いのでちゃんとがっちり取れる。軽いけれどもそのしっかりと握れる、はい、呼吸に関して取るってことに関して重視できるグローブっていうことだと思うので、うん、じゃあね、どん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 ガチにボール掴んでいってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。1年の龍馬です。前にガンと出していただいて、Z プロステータスのファーストミット、はい、これナイトブラックのやつだよね。このグローブにした理由とかありますか。広い面で、うん、どの面でも取れるとこがいいと思ってます。なるほど、まあ入ったら動いて中心に動いてくれるっていう感じで、まあ、当たりさえすれば取れる、まあ、やっぱみんなの送球を取ることを考えた意思が伝わってくるような、多分グローブミッド選び、だったと思うので、じゃあどんどんファーストとしてみんなの送球バシバシ取って、みんなの送球をカバーたくさんしていってください。はい、はい、ありがとうございます。来た。おい、え、1年生だよね。はい、俺より背でかくない？何センチ？173ぐらい。ああ、負けた。やば、まだまだ伸びるね、じゃあ。はい、じゃあごめんなさい。お名前お願いします。1年の翔馬です。翔馬くん、はい、はい、お願いします。じゃあね、ちょっと前にガーンとグローブ出してもらって、はい、グローバルイート、水野グローバルイート H セレクションかな。はい、はい、ちゃんと磨いてるのがすごい、ね、ちゃんとお手入れされてる。まあ、このグローブのこだわりというか、最初はまだ硬かったんですけど、手入れしてて自分の肩に合うようにできたところです。しっかりと手に合ってるグローブだと思うので、はい、たくさんたくさん、それでいいプレー見せていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。先生キャプテンに来ていただきました。元気な声でお名前お願いします。1年の吉田壮太です。はい、いい声だ。オッケーオッケー。はい、壮太くん、じゃあね、使ってるグローブ前に出していただいて。はい、いいっすか。はい、おお、珍しいね。使ってる人あんまりいないでしょ。はい、おっと、待って、キャプテンもしかしてシャイ。シャイボー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 イ。英語で最近ゴンビシャイ。もうなんかさ、うね、こんなとこでうねうねしちゃってさ。シャイボーイ。シャイボーイ。じゃあこのグローブのこだわりとか特徴とかって。軽くて、うん、取ってから早く送球できるのでとてもいいです。はいはいはい。内野手だよね。はい、守備に特化した、すぐに投げれる、細かいプレーがしやすいっていうような、はい、グローブだと思うので、1年生キャプテンということで、チームね、プレーでも引っ張って、こういうグローブで引っ張っていってもらえればというふうに思います。いはい、じゃあね、終わりじゃないからな。じゃあね、ちょっと1年生について聞こうかな。今ね、どういう1年生多いですか。まあ明るくてとてもと楽しい雰囲気でできるチームです。いいキャプテンだからみんないいこと言われてるからウェイとか言ってるわけじゃないよね。これは普通だよね、いつも通りだよね。オッケーオッケー。まあね、本当にね、1年生元気がいいし、まあ僕が最初に動画撮る前にね、これこれこういう風にお願いしますって言っているのも、あの、全部分かりましたっていうようなね、感じで答えてくれるので、素直な、選手が多いなっていうような、イメージがあります。多分これ次入ってくる1年生小6の子たちが多分結構見ると思うんだけど、その子たちにちょっと、まあ、一緒にやりましょう的なメッセージを。楽しくてやるときはやるので、実力も伸びてとてもいいチームなので一緒にやりましょう。で、オッケー、じゃあ最後ちょっとみんな来ようか。ちょっと俺が埋もれてる。せめて俺前にさして。だってね、俺前にさして。俺は前、俺は前。全身長前に。もっと俺前に。
ちょっと待って、ちょっと待って、オッケー、じゃあちょっと待って、ハート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 、前、前だ、どうだって、こう、あー、誰だよ、誰だよ、これ5人じゃん、これで、あー、何これ、やばい。はい、ということで1年生みんなありがとうございました。この元気でね、どん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 チームもっともっと良くしていってください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではバレシャー、みんなやってこれ、バレシャー。はい、オッケー、ありがとう。このままサムネ撮るよ。君のさ、想いを乗せた君。